ちは、マネリグルビシです。では今回は、ハツオバイアン4アメリカ軍プレイ続きやっていきましょうということで、実は少し前回から進めています。いろいろと試行錯誤してるんですが、日本軍かなり強くてですね、インドシナ半島で敗退というのが多くて、何度かやり直しをしながら、軍を増強したりとかしているんですが、ちょうど今ね、その何度もやり直ししたかわからないんですけども、日本が我々に対して宣戦布告をしてきたというところのシチュエーションになりましたので、ここから、再開をしていきたいというふうに思います。では早速、時間を進めていきます。まずですね、強襲上陸をかけていくというのがかなり無謀だと。いうのがよく分かったので、強襲上陸するのはやめて、あらかじめインドシナ半島に、陸軍30師団ぐらいを上陸させておく。まあ、30師団で足りなかったので、まあ、45師団ぐらい、投入してるんですけども、それだけのね、数、まずインドシナ半島に上陸をさせた状態で戦争に持ち込んでます。ここがまず一つ、今回大きく変えたところ、今まで30師団ぐらいだったんですけども、45師団に増やしたというところですね。これでうまく戦局が、いい方向へと主導できればいいなというふうに思っているんですが、ここはちょっと様子見ながらですかね。できるだけ海上で、ダメージを受けずに軍を大陸へ上陸させたいという思いから海戦前にインドシナに、ある程度まとまった数の手段を置いたというところになります。で、すでに独ソ戦は海戦しています。ドイツと、ソ連は海戦済みというところですね。それなりの数の師団を置いたので、これでなんとかね、持ってほしいなぁと、そういうところですかね。もう本格的にここからは、まさに世界大戦という様相になっていきます。さあ、では、進軍の方、開始していきましょう。まあ、日本軍かなり強力なんでね、ここでなんとか、
勝ちを収めていきたいんですが、どうなるか。まずはちょっと一旦線を引き直しましょう。まあ、ここ見てもらった通り47師団投入と47師団投入してどうかという不安が残るぐらいに強いんですよね、日本軍。とにかくさあ、これでどうなるかちょっと見ていきましょう。さて、ここは海戦、南シナ海戦ですが、味方、どうだろう。第一艦隊から、従順1隻、軽順3隻、駆逐艦言えてない、7隻、潜水艦2隻喪失ですね。敵の方は戦艦1隻、長門を撃沈してます。痛み分けだな。まあ、長門を撃沈できたのは大きいけど、味方も従順失ってるしね。こっからちょっとあれだな。南シナ海の制海権がないな。で、苦戦の5個。苦戦だよな。ちょっと綺麗に線を引き直そうっていうのが裏目に出ちゃったかな。で、なんかチラッと見えたけど、出た出た、チベット方面からも来るんだよね。タイミングは時と場合によるんですが、今回は割と早いタイミングで、チベット方面からも日本が進行中か。苦しいんだよね。お、マカオは健在だな、マカオ。まあ、長門を撃沈できたのは良かったとしてもだ。輸送船の数も一気に減ってるね。
で、一応航空機の配備状況なんですけども、各師団、今戦闘してる各師団には50機ずつつけてます。近接航空支援機を。それとは別に110機、近接航空支援機をここの飛行場ですね、マンダレーに置いているんですが、いやー、きついね。いや、日本軍やっぱ強いよ。うわ、だいぶ沈められたな。まさに海の藻くずとなったな、この第一遠征軍が。あとはどこまで、持ちこたえられるかだな。ではちょっとまた時間を進めていきましょうか。と、まあこんな感じでやってるんですが、押し込まれてるよね。ちょっと何がいけないのかがもうわかんないんだよな。どうしようかな。師団の構成を見直すにしてもちょっと見直しようもないしな。まあ単純に日本軍の火力が多分高いんでしょうね。日本軍の師団構成とは言っても無茶苦茶な構成にはなってないんだけどな。これ見るとおそらく野戦砲がまあ1、歩兵師団が5から9で、あとは工兵が1、支援砲兵が1なんで、決して強くはないんですよね、師団の構成としては。歩兵師団、主力の歩兵師団はね。いやー、厳しいね。我々の方はというと、歩兵6、機械化砲兵が3、機械化歩兵、砲兵が3、支援砲兵が1、あとは工兵が1、さらに野戦病院が1って形で、完全に師団構成では上回ってるんですが、それでもきついよね。まあ、強いてあげるなら、まあ、ちょっと今はね、開戦前はそうでもなかったはずなんですけど、今は、もう、補給がパンパンっていうのはありますけども、まあ、そもそも開戦した直後は、補給も問題ない状態なのは確認してあるので、いやー、わからないね。ちょっとこの台湾と、このあたり、に、しっかりと、Cレーンを確保することをしないと、さらに補給が厳しくはなりそうですね。いやー、どうするよって感じだな。こっから巻き返せる可能性があるのかどうかっていうところですかね、あとは。
いやー、日本軍本当に強い。このままだと補給的にきついので、ちょっと一部軍を割くしかないな。ちょっと一旦時間を止めましょう。ちょっと一度戦術の線を引き直します。まあ、まだね、投げるには早いので。こっからの巻き返しを狙いましょう。まずはチベット方面の手当てとして15師団、配備したので、これでなんとかデリーを守りましょう。デリーが陥落すると、イギリス領インドが、まあ、結構な確率で降伏をして、そうなると壊滅します。インドシナ半島に上陸した日本軍、あのアメリカ軍が。なので早め早めにデリーの防衛のために15師団送り込んだので、インドシナ半島で、戦っている我々、まあラオスから侵入してきているようなイメージかな、してきている日本軍に対しては計28師団で今交戦中ですが、強いんだよね。しかもこのタイミングでストライキかい。このタイミングでストライキされるときついんだよな。工場が全然足りないでしょ。まずデリーは絶対に死守しなきゃいけないので、デリーの方の15師団、ここをなんとか持ちこたえましょう。
はい。というところでかなり苦戦をしているという状態です。まあ、事実、歴史上ではね、まあ、皆さんご存知の通り、シンガポールまで、日本軍は進軍してくるわけなんですが、まあ、それだと厳しいというのもあって、あらかじめ、インドシナ島に陸軍を上陸させておいて、ここで迎え撃とうと、まあ、そういう作戦だったんですが、ご覧の通り大苦戦という状況です。まあ、長期戦を睨んでですね、まあ、ここはしっかりと通商破壊作戦を行って、まあ、デリーを守りながら戦力を整えながら日本軍が疲弊するのを待つというようにちょっと戦略を練り直しましょう。まあ、ストライキが起きてるのでこれが一番きついんですけど、このストライキなんとかしないとね。厳しいよね。はい、では今回はここまでにさせていただいて、次回もう少しね戦略の練り直しということで、通商破壊作戦をはじめ、艦隊の再編とかもやっていければいいかなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。